はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。コンジュリングハウス続きやっていこうと思います。あれ、あ、動いた。どこ押してた。なんだっけ。追加。録画外で行けるところを探したんだけど、前回かな？もっと前か。部屋に閉じ込められて、時間経った中、巨人が入ってくるところ、あっちがまだだったんで、そこを解いて、今やったところです。終わったところ。制限時間に、どっかに暗証番号があるんですよ。暗証番号。それ見つけてダイヤル回して、弓の子と、なんだっけ、肖像、手に入れたんで、嘘でしょ。今出たばっかりで、セーブっていうか、ここから。もう。よし。アイテムを見せるところはどこだったっけ？こっちか。弓の子も。手に入ったんだよ。何者で、こっちも4つ手に入った。あ、開けちゃった。ねえ、早くどっか行け。ゆみの子どこだったかね。結構 2,3 箇所だっけ、使うところだったよね。そこを、まあ、また探しながら行くか。よし、いいでしょう。一応セーブをしてあるから。ここは違うか。ここじゃない。こっちの先か。しゃがんでいったところにある。あ、こっちから入ってきたんですね。で、あっちに逃げて、で、こっちに至るところに4個番号があるんですよ。それ見つけてこっち解除して取ったと。で、有名の子、使うところ。そこを探しながら、動き回りながら。どこだったかね、有名の子。こっちと似たようなところがあって、そこが夢の子使うところだったような。ここもなかった。こっちか。ここだ。これでまたあんな扉が開くのかな。え、こっちが開いてる。あっと、あ、しまった。おっと、
業として、おっと鍵がありますよ。これが双子座の鍵やった。これで結構開けるんじゃない。じゃあしゃがんで、よし、あっつ、やめてください。おおほう、まさか逃げる、逃げイベント、おっとだった、そんな、おお、はいはい、あーこっちダメ、あこっちから逃げろと、双子の先使って、はい、はいはいはい、ここは、ここはここ開かない、そんな無理なわけなくていい。こっちから逃げるんか、よし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 、お、消えた、ふう、ちょっとセーブしよう、こっちも双子だ、鍵使って、あこっちに戻ってきたと、でこっち使っとくか、あれあと1個、あと1個、あーこっちに来たのか、あはんで、あこっち使った、あっちにつながっているから、もうこっちは2つはいいのか、あと耳の子使うとこ、ちょっと取っとくか、うん、こっちもあったんだよ、ここあったと、ああこれか、あのそばが邪魔して飛べなかったから、どうやって飛ぶんだろうと思って、イベントで動かすんだ、こういう単価どうなってんのこれ、こっちも閉まってたんだね、うん、ということはもうこっちが今はいいか、うん、ここはこっち開かなかったんだよね、そうなところ。ここら辺ってあったっけ、夢の子。
か。ターボ。ってどんなだなんだっけ。こっちは意味ないかも。あっち。出たような気もしないでもない。どこだ。
電池。これだけ？そう。え？こんだけ？あ、こっちも書いてる。あれ、さっき書いてなかったよね。2アウト、あと1アウトがあるんじゃない、どっかに。2アウトだけかな。あ、こっちの間か。あー、いけそう。こっちに3アウトがあるはず。ないと思うけど、あ、あった、違うか。アウト、スリーアウト、ゲット、ん？ D か、こゲット、ゲットか。なんだこれ。あ、ポインター、ポイントも探せってやれてたな。怖い怖い、帰るのが怖い。リードアウト、開かないのかな。こっち開かないか。なんだアウトって。あ、ははは、はいはい、来ちゃった、来ちゃった、来ちゃったね、アウト。あ、違う、こいつか。あっと、またいた。あ、や、倒された。あ、これアウト。これアウト。まだ。あー、無理だ。さあ、わかるわ。どこだっけ。あ、下だった。下に行くためには、こっちか。どうやって逃げればいいんだろう。倒されたら、ダンスみたいな、倒されたらすぐ行くのかな。あ、書いてるな、サイト。書いてあるんかい。最初から書いてあった。ここにバーンって倒れるから、なんか知らんとこあったっけ。あっちトイレの階取って、あ、こっちからしゃがんでいくのかな、多分。わかんない。
で出ようとしてくるから、あれなんか疲れてる。あれ、逃げるないね、逃げるないね。こっち見か、ここ行けそうなんだけどな。あ、え、あ、移動した。移動するんかい。でもあっち向きで終わりなんだよね。こっちか、届くか。え、来た。早く通って、早く通って。ゴー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 。閉めといて。わお。これでいいのかな。よし、おっとかない。ふう。これで逃げたんか。血はねられるかな今。行こうか。まだ夢の子、夢の子使うところあるかな。あれ、セーブポイントどこだっけ。こっちか。うん、あとは多分夢の子使うところあるはず。うん、 OK、 本戦ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっ